クアファーと晴れ行きステージエースのデビューシングル初の握手会予約イベントの2日目です。イエーイ。ということで、どうしたらいいかわからないこともたくさんあったんですけど、皆さんのおかげで本当に楽しかったです。はい、今回も2人のメンバーに心境を聞きたいと思います。はい、じゃあリリカ。はい、初めての握手会で、昨日は緊張したんですけど、今日は緊張がほぐれて、たくさんの人と話したり、お名前を聞けたりできて嬉しかったです。ありがとうございました。はい、じゃあ石。はい、はい、なんかみゆは一言で言って、とっても楽しかったです。なんか皆さん優しくて、ほっぺらぽーとかもいっぱい言ってくれて、とっても嬉しかったです。4分も出るので、よろしくお願いします。はい、それでは自己紹介をしたいと思います。今からどうぞ。はい、生まれも育ちも静岡県駿河湾のマーメイド。はい、中学3年生15歳の平塚ひなです。よろしくお願いします。ひなあの、謎かけを、やりたいです。リリースイベントとかけまして、腐った食べ物と解きます。その子からは握手会でしょう。みんなの国のお姫様。小学6年生12歳の吉田瑠璃子です。よろしくお願いします。瑠璃様。はい、元気いっぱい。おかわり無料。小学6年生12歳の岩崎遥です。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、はい、中学2年生14歳の山本七瀬です。今から私の特技の体を移動したいと思います。おお。高さに行ってる。よろしくお願いします。お願いします。いいはい、
です。よろしくお願いします。石井。はい、それではハッピーナッピーコールいきます。せーの、ピーピピ、ピーピピ、ハッピーナッピーナッピー、ハッピーナッピーナッピー。はい、高校1年生16歳、猫目が特徴的なナッピーこと山本菜穂です。よろしくお願いします。ナッピー。私の瞳でハートをキャッチ。キャッチ。14歳の鈴木ひとみです。よろしくお願いします。瞳はい、ラーメン大好き本島りりかです。中学2年生の14歳です。よろしくお願いします。りりか。はい、ちょっとお疲れもあると思いますがお付き合いください。お願いします。えい、ブルーレです。次の曲がふわふわ最後の曲です。